どうも、プロタンです。そして山下です。始まりました。ってことで、はい、山下くん、またこの動画の時間が来ましたよ。そうですね、はい。前回の公演での、皆さんも興味持った方いると思うんですけど、山下くんは今彼女がいまして、はい、そしてその彼女というのが、まあ、前の動画見れば分かるんですけど、今現在7月25日月曜日、6月15日何があったかというとですね、まあ、僕人生初めてのオフ会があったんですけども、まあ、今後オフ会なんだけど、あるキャス主さんと、でそこに来た女の子と山下くん出会っちゃったんですよね。そうですね、山下くんも参加して、もしかしたら縁があるかもしれないよと、まあ、本当にそれ狙いで行ったみたいな感じなんですけど、で見事に二人は恋に落ちて付き合いまして、はい、あれから1ヶ月経ちました。どこまで行ったのと、どこまで進んじゃったんですかと、それを聞きたいと思います。26歳、はい、山下くん、はい、大人の恋の仕方を今見てる何万人の人に教えてやりましょう。どこまで行ったの。まずは、じゃあまずどこから聞こうかな。手はつないだ。いや、手はつなぎますよね。もう手はつないだ。なんかどっか思い出の場所とか行ったの。あ、もうなんか無難なデート。無難な、まあちょっとね、ちょっと遊びに行きましたね。どこ行ったの。いや、それはもうあれですね、近くのなんか遊園地みたいな。ああ、遊園地ね、はい、ディズニーランドですか。あ、行ってないです。あ、ディズニーランドはまだで、ね、はい、これから行く予定なんだ。あ、そうです。まあ遊園地行ったとなると日帰りじゃないですよね。そうですね、日帰りではない。おい、聞いたぞ聞いたぞ、聞いた聞いた聞いたぞ、セックス。いや、セックスはしてないっす。マジで。してない。チューはした。チューはしました。チューはそれやっぱレベルがあるじゃん。お子様キス、フレンチキス、ディープキス、どこまでですか。そや、A、はい、A、お子様キス、 B、フレンチキス、 C、リップキス。 A のお子様っていうのはどんなの。チュッって感じ。 B、 B はどんくらい。 B はチューパC はニューン、ニューン、もう相手もなんかホーンってなっちゃうな。じゃあ B ですね、はい。 B、はい、C はない。C はないです。マジで1ヶ月経って、はい、あちゃん、マジでないです。あ、嘘。じゃあ、嘘、マジで。いや、本当っすよ。ほん、正直に言っていいじゃん、もう。いや、セックスはしたの、エッチはしたのか。だから、してません。え、なんでしないの。いや、まだだってそんな会ってないっすからね。あ、何回くらい会って。4回5回ぐらいですか。5回もあったらそれはするでしょうに。で、1ヶ月もそんな LINE とかしてんだったらさ、付き合って2回目です。ああ、そういうことね。そうですね、はい。マジか、はい、結構慎重派ですね、山下君は。慎重派です、はい。じゃあいつエッチをしようと考えてるの。いつ。この動画彼女が見てる可能性大だから、もう言ってしまおう、間接的に。そう思わないだから。うん、いつしたいと思ってる。次、次、次は。次もないんじゃないですか。次もない。なんかあるでしょ。まあね。え、したでしょ絶対。いや、してないよ。してないけど。え、絶対したでしょ。いや、してない。いいじゃん、もう言えよ。してないよ。してないけど。けど、けど何、何をしたの。まあ、市役所行って、うん、うん、何、市役所って。市役所で、うん、もらってきた。どういうこと。市役所でもらってきたって何をもらってきたの。あれ、コイン。コイン届けもらってきたの。うん、どういうこと。だから、いや、席入れるか
はいはい。え、それ動画的にね、ちょっとボツになるね、それは。面白くないから。うん。結局ガチだわ。ガチ？うん。いつ行ったの？え、嘘でしょ？先週ぐらい。先週？マジで？うん。え、嘘でしょ？マジです。え、何？席入れたの？もう。入れたの、うん、話変わってくるぞ、ちょっとリアルに。え、何？紙みたいな書くんでしょ、あれ。そうそうそう、書く書く。書いたの？うん。書いて出したの？うん。マジで、うん、今ないの、その紙。あるよ。あんの？え、嘘でしょ。え、マジでこ、え、席入れたの？うん、え、見してじゃあちょっと。いいよ。リアルに、え、リアルに言ってんの？うん、リアルリアル。エッチもしてないのに。うん。そこにあんのかよ。え、マジで。え、マジだ。え、マジで。いや、マジなんだけど。ちょ、見せれないけどさ、下は。え、早くない？早かったかな。いや、順番もさ、めちゃくちゃになっちゃったよね。お子様キスで席入れちゃったのかよ。純粋無垢な小学生かよ、本当に。おままごとの、リアルおままごとじゃないかよ、本当に。立場と顔だけ成長したリアルおままごとじゃないか、本当。マジで？まあ、ねえ、あちらの、あっちも OK した、ね、え、何、親のとこ行ったの？そうそう。あ、行ったの？遠距離のところだったら、まあ言えないけどさ、うん、あっちまで行って、うん、親のとこ挨拶してきたの？で、それしないともらえないからね。勝手にいい顔して出して怒られちゃった。あ、確かに。え、マジで。え、親なんて言ったの？ん？親なんて言ったの？どういう風に出会いましたさ。いや、普通にそのもう、うん、あそこに濁、え、濁した。濁して。まあちょっと友人をきっかけにみたいな。ああ、え、マジで、うん、え、山下くんの親も OK 出たの？うちの親はね、もう簡単だった。やばいな。え、結婚式あげんの？リアルに。じゃあもう。ああ、けどまだ先かもしんないね。先に席入れて。いや、俺これ尋問動画にしようと思ったのにさ。なんかもっといいリアクション撮りたかったんだけど、俺も。人間でびっくりするとこうなんだろう。え、マジで、はい、え、やば。そうですね。これから動画撮れなくなるね。はい。はい、じゃねえ。マジで。マジっす、ね、いや、とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。え、こんなんなんだ、婚姻届って。そうそうそう、すげえな。へえ。うん。ああ。でもなんかこれ字一緒じゃねっていうか。なんか字ってこれさ、妻になる人ってさ、うん、これ妻が書くんでしょこれ。嘘だよ。で、うん、夫になる人はあなたが書くんでしょ。うん。でこれ見ればわかんないけどさ、これモザイクかけんすけど。な、字のさ、筆記が一緒なんだけど、すべて。しかも、ちょいちょい空白多すぎな。って、こっち何も書いてない。どういうこと？ん？だって俺が勝手に書いたの。勝手に妄想して書いたの。泣けんな、マジで。え、席は入れてないの？じゃあ。泣けんな。マジで焦った。マジ焦った。
いやなんかおかしいんだと思ってたんだよな。印鑑もだってさ、これだって市役所のさ、これ所長みたいなお偉いさんが印鑑をそこな山下になってんだもん印鑑。これ。あービビったーマジで。まあということです。まあまんまと引っかかって。なんでこれ書いてたのそもそも。いや。あ、なに、どう、あ、俺が言ったときからこういう動画撮るよって言ったときから。さすが。さすが。初めてドッキリかかれましたね。散々ドッキリ、ドッキリかけてましたけど。はい。いやー、焦ったということで、まあ、翻訳ドッキリでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ次はセックスするということで。カノさん見てるー。